来た前回のヒュッケバインマーク3に引き続き、アーマードモジュール、ガンナーが発売。でかっ !390 ミ、mm、リはだてじゃないね。ヒュッケバインガンナーに合体するとこんな感じ。めちゃくちゃかっこいいし、もうこれ夢だった。コトブキヤのボクサー。今回グリップパーツがついてます。あれができるかちょっと検証してみよう。おーこうなるのかすげえ けどうーー画をご覧に皆さん、こんにちは、オターファです。今日組むキットはこれだスパラボオージーハイグレードアーマードモジュールガンナーだお <laughs> ー、全国のガンゲアローグ集結せよというわけで早速行きましょう先日組んだばかりのヒュッケバイマーク3これのアーマードモジュールユニットですね。 ヒュッケバインマーク3と合体することによりヒュッケバインガンナーとなるわけですね。いやーすげえ、この日が来たか。これプレミアムバンダイで、えー、予約してたんだけど、早速届いた。めちゃくちゃかっこいいですね。パッケージがいいですね。 ヒュッケバインガンナーはね、あの、掃除てね、使い回しがいいんだよね。運動性、移動能力、あと攻撃力、射程能力とかね、一気にアップするんだよね。で、マップ兵器も使えるから、本当に使い勝手がいい感じなんだよね。とにかくね、箱が大きいですね。お、あの、驚きました。ハイグレードのあの箱よりも大きくなってますね。で、当然ながら、ここにも書いてあるように、ヒュッケバインマーク3は付属してないです。 だからね、まあ、両方を買わないと、ヒュッケバインガンナーにはならないという感じですね。これの立体物といえば、やっぱり昔に発売された、あの、ボークスのガレージキット。あれ以来なんじゃないかなと思います。当然ながら、プラモデルとしては初ですね。初の立体化。オッケーロじゃーんあー見ていきましょう。でかっこれなんだろう本体かないきなりでかいパーツが目に留まりました。 へえ、あ、スタンドのパーツとかもありますね。特徴的なネイビーブルー。一個一個のパーツが大きいですね。ほう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 。えー、っと、このネイビー調のカラーはね、2種類あります。ヒュッケバイマーク3と同様ですね。この色がまたいいんだよね。後ろ、ホワイトにイエロー、そしてレッド。色プラも充実しています。お、スタンドのこのボトムの部分ですね。なるほど。 結構大きいパーツもあれば、細かいパーツもあって、結構作りごたえがありそうだなおおー。こんな感じですね。全体的にボリュームがかなりあります。説明書も見ていきましょう。オールモノクロカラーになってますね。ほうほほ。まずはあのでかいパーツたちを、が、フレームになってるわけだね。このようにボディを作っていき、細かい武装などを、 組み立てていきますそこそこね、組み立て工程はありますね。これで完成かなで、ヒョキュバインマーク3をこう乗せる。バイクにまたがるような感じでね、合体するんだよね。いやー、人生初のガンナー、めっちゃ楽しみです。もう、あの、成型色仕上げでね、組み立てたいなと思います。8割ぐらい組み上がると、こうなります。 おー、できました。今回僕はゆっくり組んで2時間かかってないぐらいですね。プレーンな素組みとなっています。マーク3と並べるとね、かなりボリュームがあるのがわかるかと思います。さあ、これね、事前情報でもコアなファンの人たちは気づいてたけど、あ、これ絶対ボクサー出るだろうっていうところをね、2つ発見しました。まあそういったところをね、紹介していきながら見ていきたいなと思います。まずこれ。<laughs> ディスプレイスタンドがついてるんだけど、これは使いません。 大切に取っといてネットのことです。あ、もうこれ、あれじゃんみたいな。<laughs> あれ、あれの時の支えるパーツじゃんっていう感じですね。それからこれです。これはグリップです。ほう何かがこれを掴むというグリップです。これ交換式になっています。この二つがあることから、まあ、ボクサー確実に、あの、計画してるだろうなという感じですね。嬉しいですね。このクリアの透明素材は今回これを使うという感じですね。 でこれがスタンドになるわけです組み立ての工程は本当にシンプルでしたねまずこれでか 390mm はだてじゃないですね大きいですこれが芯になる部分ですね中央部分ですここからいろいろと組み立てていきますここがヒョケバイン M3 が握るグリップになっていますこれ各部ボールで接続されてて細かく角度を調整できます それから足をかけるところ。ここもボールになっています。ポリキャップですね。ここはね。それからここの部分はヒュッケバインマーク3との合体ジョイントが連動ギミックで出てきます。そしたらここにこれを取り付けて、黄色いパーツで蓋をすると。色分けもバッチリですね。もう素組みで十分だなという感じ。一旦ここまでを組み立てたら、両サイドのパーツを取り付ける。この G インパクトキャノン4問。 全部であるんだけど、これも一つ一つがボリュームがあってでかいですね。接続ジョイント。もう一つの G インパクトキャノン。それからこれがミサイルコンテナになります。ここはスイングします。通常時は、あ、ちょっと待って。通常時はこうですね。で、ここのミサイルは、 連動でこの白いパーツを引,き引くとこのようにね4つのパネルが一気に連動するというギミックですねこれ気持ちいいですねこういうの大好きですそしたら反対側も同様同じように組み立てるとそしたらさっきの中央部分と貼り合わせれば これで組み立て完了 a m ガンナード <laughs> おーすげえあのヒョッケバインーク3の時にも言ったんだけどやっぱこれがね自分の,あの目の前にあるっていうのが本当に感動しますこんなにでかいものなんだねシンプルな構成で組み上がったものなんだけども非常に立体的です あと冒頭でも紹介したように、あの、これのちゃんとした立体物って昔ボークスから発売されたガレージキットぐらいしかなかったんだよね。あの時は無色のものをユーザーがこう、鬼のマスキングによってね、色分けするんだけど、今回はこのハイグレード、もう色分けが完璧です。組み立ても簡単で色分けもバッチリだったら、もう本当にいい時代だなっていう感じ。その当時の自分に言っても多分信じてもらえないんじゃないかな。 とにかく感動しますね。これ上から見ると分かるんだけど、本当に3つの塊でこう構成されてるなっていうのがね、分かるかと思います。ヒュケバイン M3 と一緒に並べるとこんな感じです。おお、この大きさの対比がいいですね。成型色の色合いも完璧にヒュケバイン M3 とマッチングしています。M3 をドッキングさせましょう。まずはドッキングジョイントの展開方法。 ここを上に起こし、爪掛けがあります。これで、上に起こし、ここの爪掛けを使って、回転。そうすると、このパーツが出てきているのがわかるでしょうか。これですね。これでね、ジョイントが出てきました。あとは、元に戻すと。おー、このジョイントもね、変形で出てくれるところが嬉しい。 接続のジョイントはここですね。合体の手順は両側のパーツを外す。で、しっかりまたがらせる。で、このジョイントですね。これを接続し、足のこのパーツ。これをダブルボールジョイントを使って、こう足裏にフィットさせる。こういう感じですね。ちょっと大体で。こういう感じに。位置を整えて。あらかじめ手首をグリップに取り付けておく。そしたら、接続し、 両側のパーツを取り付けると合体完了ヒュッケバインガンダードいやーこれは <laughs> めちゃくちゃ感動するなー今ご覧いただいた通りしっかりとグリップを握らせることができるし前回のヒュッケバイン M3 のレビューの時にもこの首回りの可動が結構柔軟性が高かったですよね 通常の状態で結構上を向けるような感じにしてあげると、ガンナーと合体した時自然に前を向けられるんだよね。これはすごい。これまたヒュッケバイマーク3のレビューの時にも言ったけど、これはね、エースアタッカー流れるなあのゲームの、うん、あのカットインとかね、かっこいいところを本当に思い出します。 やっぱりね、あの、でかい、でかいものにロボットが乗るっていう、もうそれだけでロマンがあるよね。何この一体感。素晴らしいですね。後ろから見るとこんな感じです。ここまでずっとスタンドに取り付けてた状態なんだけどもね、なくても、一応安定して置いておくことができます。各部を動かしてアクションファングスラッシャーゲーム中ではヒュッケバイマーク3の武器、攻撃が使えるんですね。 自分は思い出がすごくあるのがスパロボーアルファだったんだけど、ファングスラッシャー使うと左腕でヒュンって投げてました。さあ次、マルチトレースミサイル。ヒュッバインマーク3のバックパックのミサイルコンテナを開いたところ。とりあえずやってみたかったこと全部やってみたい <laughs>。さあ次、ビームソードを持たせました。ちょっとしばらく同じような絵面続くかもしれない。ご了承ください <laughs>。自分がゲームやってた時は確か、 このビームソードってロシュセイバーっていう名前だったような気がするんだけどな。どこでビームソードっていう名前に変わったのかな。うん、まあ、僕の中ではロシュセイバーなんだよね。さあ次。ミサイルコンテナが展開。リープミサイル。ああいいですね。ちゃんとこのコンテナが開くところがいい。シャコって一発で展開するんで、ちょっと玩具的な楽しさもあるし。そうこでゲーム中ではね、マップ兵器も使える。 あとは、これですね。グラビトンライフル。これ武器をね、持たせています。ポーズとしても、少し身を乗り出すような感じで、こう撃つような構えもね、できます。あとは、自分がすごく印象的なのは、グラビティリングなんていうのかなこう、エフェクトみたいな、ああ、やつが出てきて、まあ、それで敵をこう、締めるみたいなやつがあったと思うんだけど、グラビティリングとか。そして、ガンナーの必殺技はなんて言っても、この4問の G インパクトキャノンの一斉発射。 フルインパクトキャノンですね。前段発射的な。こういうのもね、立体映えしますね。いやー、本当にこう見ると、かっこいいですね。やっぱ、うっとりします。他の遊び方なんだけど、このガンナー、ー汎用性が結構高くて、まあ、ここ最近のロボフィギュアって結構、ここに穴が開いてますよね。自分が持ってる他のフィギュアを乗せてもいいなと思います。おガンダムくんがパワーアップしましたね。 さあ、そしたら最後はおまけと比較。ちょっとわかりやすいところからガンダムで並べてみましょう。パッと見は、あ、そんなに大きくないかなと思うけどね。やっぱこの横幅というか、この長さ。これが390ミ、mm、リなんで、まあ、かなりでかいことがわかるかと思います。こうやって見ればいいかなかなり大きいということがね、わかります。じゃん。さあ、そして最後はこれです。 前回ヒュッケバインマーク3の時にちょっとプルプルだったヒュッケバインボクサー。これね一応今あるパーツで組んでみました。ちょっとないところとかもあったりするんだけどね。おー。一緒に並べるといいなだいたいイメージでもしバーデーからボクサーが出るとしたら大体このぐらいのボリュームになるだろうなっていうイメージですね。あれなんだよね。自分の記憶がちょっとごっちゃになってるからかもしれないんだけど、確かねヒュッケバインって L と R があって2機をね、こう同時に運用できたはずなんだよね。 なので、こういう絵面もおかしくはないという感じですね。ボクサーは確かこのまま出撃して、で、ヒュッケバイン・ガンナーは、アーマードモジュール・ガンナーとヒュッケバイン・マーク3で出撃してたかな。あの、僕は、あの、ガンナーにはね、リオを乗せていました。女の子ですね。 さあ、こっからですよ。これ、これ、これ。<laughs> ちょっとこれ再現しようよ。これ何なのかというと、簡単に先に説明すると、まあアニメですね。スパロボ OG、ジ・インスペクターっていうやつがやってて、で、その時に登場したボクサーとガンナー。このエクスバインだったんだけどね。エクスバインボクサーだったんだけど、このヒュッケバインガンナーの必殺技。フルインパクトキャノンを、ま,あ、まさにね、このグリップを掴んで、ガンナーを掴んで、 まあ、さながらこう、二体の合体攻撃みたいな感じでやってたんだよね。というわけで、それ、やってみましょう。まずは、M3 をライドオフ、外して、ジョイントもしまいます。アーマードモジュールの形態にしたら、ここですね。このパーツ。これが取れて、あのアニメみたいにね、ガシャーンってこう、グリップが出てくると。これ差し替えです。ああ、こうなるわけです。ここ稼働します。で、さらに、 でここはね、クランク軸で、ウィーン、後ろに行きます。おお、ちゃんと握るスタイルのところに来るわけですね。反対も同じです。グリップ用意して、ウィーン、ガシンですね。そしたら、大切に取っといて根、ね、を使います。要するにこれを長いやつに変えるわけですね。 じゃーんこれで火星、まあ、さながら名付けるならフルインパクトキャノンモードだねおお後ろに牽引グリップがありますこれは状況を説明するとアニメでは、まあ、リオが短期で乗っててボクサーにはリョウトが乗っているというピンチの状態ですねでそこでフルインパクトキャノンを使おうということになるわけですねリオは無茶よって言うんだけどいいから僕の言う通りにするんだコントロールを渡せ ドッキングするわけですね。いやー、本当にそれできるのかすげー噛み締めてるな。<laughs> あ、そう。で、その時はヒュッケバインマク3じゃなくて、まあ、さっきも言ったけど、エクスバインだったんだよね。照準セットフルインパクトキャノンいっけーおー <laughs> できましたねおー前回え、このハイグレードのヒュッケバインボクサーはできるのか このね、ボクサーのユニットに装備できるかって言ったらできなかったけど、これはできるおボクサーとガンナーによるフルインパクトキャノン。ちょうどボクサーの平手がいい感じにグリップ握ってます。これは迫力すごいわ。これは僕の予想なんだけど、おそらくもしバンダイのハイグレードで出るとしたら、もうちょっと背が高いんじゃないかな。大きく作られるんじゃないかなと思います。 真正面から見たときに、ちょうどね、ガンナーが隠れちゃうんだよね。もうちょっと見栄えが良くなるとしたら、うん、もうちょっと背が高い方が決まると思うから、スタンドの高さも固定されてるし、そうだね、もうちょっと大きいんじゃないかなと思いますね。改めてこのボクサーガンナーのフルインパクトキャノン、すごい迫力です。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回のスパラボー OG ハイグレードアーマードモジュールガンナーヒュッケバインガンナーのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。いやーもう本当にもうレビューでご覧いただいた通りです。本当によくできています。僕はレビュー中ここ最近特によく、いや夢みたいだと。オタバ最近夢みたいだって言い過ぎじゃない と言われたんだけど、でもね、嘘じゃなくね、本当になんか毎回毎回夢のようなことがいっぱい続くんだよね。今回のガンダムも本当に楽しみにしていました。これはマーク3の時にも言ったけど、やっぱあのガレージキットね、俺は作れないと。もう愛しかないと。愛じゃ何もできないんだなというその苦しさ。あーなんかもう本当になんかちょっと成仏したような嬉しさがありますね。バンダイから。 ガンナーが発売されたっていうもうこの喜びね。もう本当に嬉しいです。今も,もう言う、あえて言わして、夢みたいです。そしてね、さっきお見せした通り、ボクサー。もうこれ出るんじゃないかなと。<laughs> っていうかね、もう楽しみに待っててねなんだよね、これはね。いや、楽しみに待ってたいなと思います、ボクサー、うん。自分の予想。そうね、もうちょっと大きいんじゃないかなと予想してるんだけど、どうだろう。これもまた楽しみですね。 そう。で、この商品は、これ単体だけだとやっぱ本領発揮できないです。えー、前回紹介したヒョケバインマーク3やっぱね、これがあって本領発揮かなと思います。これはまだ予約してんのかなうーん、一応期間限定のものなんで入手はちょっと難しいでしょう。で、ヒョケバインマーク3も結構人気らしいね。僕は発売日当日電気屋さんで、 あの、いつもの電気屋さんで朝一で行って10%オフで買ったんだけど。うん。まあ本当に縁があればぜひ組んでみてください。本当にこれはね、成仏できるよ。いい時代になったなって言うと思うよ。<laughs> 夢みたいだなって言うと思います。大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になった、俺もスパロボが好きだ、ガンナーが好きだという方ね、チャンネル登録と厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。 いつも本当に励みになります。あと、どんなことでも結構です。おタファ。僕はヒュッケバインガンナーの方が結構使ってたな、とかね。あ、ボクサーも捨てがたいんだよな、とかね。あ、アニメの、あの、エクスバインとのね、えー、合体。あ、そっか。なんか、ゆくゆくエクスバインも出るかもしれないよね。うん。うん、みたいな話とかね。<laughs> などなど。どんなことでも結構です。あなたからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。